日米での EP3 電子戦偵察機共同訓練が開催され、東シナ海での防衛事情が変化している中、尖閣への中国の動きが変わってきました。日本のテレビでも報道されないことは結構多いと思いませんか？例えば、東日本大震災の際のいち早い台湾の援助について、被災地以外に知られるようになったのは数年経ってからでしたね。今回は報道されないニュースの一つ、南シナ海を外事の P3C 哨戒機が無断で飛行したことに中国が猛反発したが、日本は無視したという件について紹介したいと思います。日本の領土である尖閣諸島周辺海域へ何回も侵入行為を繰り返し、漁船を追跡するなど、次第に行動がエスカレート、凶暴化している中国。領海侵犯されても、日本は武器での攻撃はできず、退去を呼びかけるという丁寧な対応を強いられていますが、同じことを他の国がやると猛反発してくるのが中国です。2021年2月、日本政府に対して自国領と主張している南シナ海上空の無断飛行を非難する動きを伺わせているのです。もともと中国は南シナ海の約 80% の海域を勝手に自国領と宣言してます。昔々はそうだったのかもしれませんが、現在は全く違います。中国の勝手な言い分は日本のみならず、台湾はもちろん周辺国との紛争の種となり、しかも継続する原因になっています。今回は中国領と言い張る中のミスチーフ省の上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したという指摘でした。現在の防衛大臣である岸信夫氏は2月26日、記者会見を開きました。その席上、外事の P3C 哨戒機の飛行行動は国際法に照らした上で、適法であると改めて宣言しました。これは、この海域の中国の領有を認めないという従来の立場を貫いたものです。南シナ海では、アメリカが艦艇を派遣する航行の自由、作戦が定期的に展開されています。2021年には、フランスの攻撃型原子力潜水艦も南シナ海を航行すると明言しているようです。これと歩調を揃えるように、イギリスも2021年には最新鋭航空母艦、クイーン・エリザベスを派遣することを決定しました。この上艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を艦載させる予定となっています。つまり、大国の艦隊が、中国が主権を主張している南シナ海に派遣されることになるわけですね。このようなアメリカやヨーロッパ主要国の動きを見ると、西側諸国が一致団結して中国の南シナ海を含む周辺海域へ進出しつつある状況を牽制するものではないかと推測されているのです。だとすれば、日本には朗報ですが、果たして中国に効くのかどうかは不明です。何と言っても相手はあの中国ですからね。外国の艦隊を見て、中国がビビるほど
可愛げのある国とは思えませんし、逆に反発して、またまた軍備増強に走りそうです。中国は、南シナ海への進出行動を一気に加速させています。特にこの海域の、南沙諸島には、7カ所にわたる人工島を完成させていますし、現在も、その人工島内の整備を、毎日毎日強化し続けていると思われるのです。今回争点となったミスチーフ賞を含めて、中国が南沙諸島に人工島を建設していると国際的に認識され始めたのは最近になってからのことでした。2014年、平成26年頃と言われ、たった2年で7カ所の工事を行っています。その動きは人工衛星などから発見できなかったのかと思ってしまうのですが、なかなか難しいことだったのでしょうか。人工島の多数がミスチーフ礁と同じような干渉なのですが、満潮時には水没してしまう小さな暗礁だったにもかかわらず、強引に埋め立て、盛り土をして、あっという間に人工島を完成させました。そして、実効支配を確立させてしまったのです。特に注目されるのが、ミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スービ礁の3カ所です。これらの干渉には、大型旅客機が離着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されているそうです。要するに戦闘機から爆撃機まで、どんな航空機も運用可能とまで推測されるのです。滑走路だけに止まりません。中国はこれらの人工島に様々な施設を建築しています。その施設は軍事関係だけではなく、いわば民間施設まで含む多様な建造物が確認されるようにもなっているそうです。人工島は港湾部分の整備も進められており、航空戦力だけでなく海の軍事拠点としても重視していることがわかります。逆に言えば、中国以外の国にとっては、この場所が脅威になり得るということです。中国が軍事関連施設ではない施設を建造するのはどうしてでしょうか？そこに中国のずるい、賢い狙いが伺えます。つまり、軍事施設以外の建物を作ることで、軍事施設を守るという、心棒遠慮です。軍事施設とは呼べないものの、代表としては、気象観測施設が一番に、思い浮かびます。しかし、この場所が干渉だった頃には満潮時以外には、水没してしまっていました。だから、居住することは不可能でした。中国は、生活できない場所に、強引に土地を造成し、民間人を、送り込んだのです。アメリカ軍は、最近のイラク戦争など、中東の、戦闘においても、軍事施設のみをターゲットとしたピンポイント攻撃を主として行うようにしています。民間人や民間施設を攻撃したという国際的世論の非難を交わす上でも、そうせざるを得ないという状況でしょう。湾岸戦争やイラク戦争で、誤射とは言いながら民間人や施設を攻撃し、多大な犠牲を出したことは忘れてはならないことです。
優秀なアメリカ軍の精密誘導兵器をもってしても、もともと面積が小さい人工島では、意図したターゲットに命中できても、その他の軍事施設以外の建物への被害を考慮して攻撃を控えてしまう可能性が高まることは簡単に想像できます。中国が人工島に民間人を送り込んだのは戦術としては誠に理にかなったものと言えるでしょう。さすがは韓非子を生んだ国だと妙な納得をしてしまいます。民間施設ではないかという不安を無視して攻撃を強行したとすれば、民間施設を巻き込んだ非道な攻撃であると、中国が国際社会に向けて自分の立場を正当化できる位置を得てしまうことも考えているのでしょう。こう考えると、中国とアメリカが実際に軍事衝突すれば戦場となるのは南シナ海が最有力と推定されていますから、戦略的には中国が優位に立っているのが現実かもしれません。韓国が不法に占拠している日本領の竹島をはじめとして、中国は人工島ではあるが、こうした本土から遠く離れた島嶼部における動きは実効支配を確立したものに分がある、つまり早い者勝ちということが明らかになっています。いくら昔からの主権があると言っても、実質的に支配してなければ理不尽ですが、認められないということになってしまうということです。そういえば日本も散々揉めた挙句、尖閣諸島を国有化したものの、何も手を打ってはいないですよね。日本の領土だと主張しても、その場所に中国人がいたら何も証拠にはならないのではないかと思います。なんとかならないものか、政治家の手腕に期待したいところなのですが、なかなか道は遠いようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年潜水艦は各国で増加しており、日本の EEZ 内に侵入いち早く発見し、行動を監視している。中でも、中国籍潜水艦の侵入行動は目に余るものがある。しかし、日本の水中電浄センサーの進化を発揮している。海自潜水艦だけが他国の潜水艦を発見しているわけではない。直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのか見ていきますね。
中国海軍所属とみられる潜水艦が日本の南西列島付近接続水域内を潜航したまま航行しているのを海上自衛隊の水中電浄センサー水中超音機が捕捉したことが明らかに。中国の潜水艦なら2016年1月以来約1年半ぶりの行動となるが、果たして中国海軍、さらに中国共産党指導部は何を意図しているのか。海上自衛隊、ひいては日本が世界に誇る潜水艦探知能力が今周辺国の日本海周辺での防衛行動を捕捉している。無論、南西列島近辺において活動している中国潜水艦も日本の潜水艦捕捉技術、能力で発見されていることとは言うまでもない。では、直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのかについて、述べていくことにする。2020年6月18日から20日にかけて、中国海軍の所属とみられる潜水艦が、奄美大島並びに、横島島周辺のトカラ海峡、日本の接続水域内を、潜航したまま航行し、南西方向の東シナ海に抜けたとみられることが、日本のマスコミを通じて、防衛省より発表された。当然のことであるが、中国側からは何の声明も出されておらず、また、これを発表した日本の防衛省側でも、潜水艦探知能力が公になって、今後の防衛上の任務に支障をきたさぬようにと、具体的な証拠などを示すことは控えた。そのため、確定ではないものの中国海軍の所属潜水艦であるとされており、これが事実だとすると、2018年1月の尖閣諸島近海での接続水域航行から、およそ1年半ぶりの事象となる。この前回のケースでは、海上自衛隊の追尾を受けた中国海軍の小級原子力潜水艦がその後浮上して中国国旗を掲げる前代未聞の出来事に発展している。結果、こういう事案では推測で公表されるのであるが、潜水艦の国籍は元より艦級、艦種までも明かされたことが国内外で話題となった。これは秘匿性を市場の価値とする潜水艦がわざわざその存在を相手に晒すことなど通常であればとても考えられない事態として日本のみならず中国でもその行動を問題視する声が聞かれた。今回のケースでも海上自衛隊の P1、P3 哨戒機と護衛艦、加賀などの複数の艦艇が当該潜水艦の追尾を行っており、もちろん海上自衛隊としては艦級、艦種はもとより個々の艦まで識別していると推測される。当然、海上自衛隊ではその発見方法を含めて手の内を明かさないためとして探知方法等の詳細な情報は一切公表していないが、海上自衛隊は敵潜水艦の発見に艦艇や追潜哨戒機に搭載されている。ソナーのみでなく、海底に据え付ける固定型ものも保持していると思われる。こうしたソナー、つまり水中音を用いた捕捉手法に加えて水中の電流を感知する方法や、水中の温度変化を感知する方法など、複数の潜水艦探知技術を併用している
可能性も考えられる。水中の電流を感知するには、潜水艦が船体の腐食を防ぐために発している。防食用の電流、または漏電した電流、さらに航行中の潜水艦が、地磁気に与える電流などを磁気センサーで捉える手法が存在している。また、温度変化の感知方法は、潜水艦が先行航行する場合、原子力推進であれば、高温の排水が、通常動力型であれば先行深度に、応じた低温の海水を攪拌することから、その温度差を捉えるものとみられる。いずれにしても、海上自衛隊の潜水艦発見手法や、その後の対処に関しては、公式見解が示されることはないが、やはり気になるのは、中国海軍の潜水艦の艦球、艦首である。2018年1月の場合は、自ら浮上したことで、映像にも撮られており、その形状から、小旧原子力潜水艦であることが判明している。今回のケースの潜水艦は、現時点で得られた情報から考えると、039A 型の攻撃型潜水艦ではないかと思われる。039A 型潜水艦は NATO の別名では元型とも呼ばれていて、基準排水量が2000トン、水中排水量が2400トン、全長72メートル、最大幅 8.4 メートルの比較的小型のディーゼル推進潜水艦である。039A 型潜水艦は2006年から一番艦が就役開始、これまでに全13隻が建造、実戦配備されている。そして、さらに、あと7隻が計画中であり、計画のものも含めて20隻となる。中国海軍のディーゼル推進潜水艦としては、2020年現在でも最新の艦球、艦首に該当している。この039A 型潜水艦の就役に伴い旧式化した潜水艦は、自国沿岸部の海域を主要行動範囲に変更、039A 型潜水艦が太平洋につながる外洋を担当することになったと考えられる。今回、日本の接続水域内を先行したまま航行した潜水艦は 039A 型潜水艦であり、太平洋方面から東シナ海に抜けた行動から中国への帰投を目指していたと推測される。039A 型潜水艦は海上自衛隊の双竜型でも10番艦の昇竜までが採用していた非対機依存推進機関のスターリング機関とディーゼル機関の両方を搭載する潜水艦と言われ、タイへの輸出も確認されている。ちなみに王竜以降はスターリング機関に変えてリチウム電池を採用している。今回の奄美大島並びに、横島島周辺の日本の接続水域は、地理上では、トカラ海峡と呼ばれているが、これをめぐる中国と日本の、両国の公式見解も、そもそも食い違っている。これは、トカラ海峡を国際海峡とみなすか否かという問題であり、日本は、もちろん国際海峡ではないとし、国際海峡ととする中国とは180度異なる。中国がトカラ海峡を国際海峡だと主張する理由は、もし
国際海峡そうであれば、潜水艦が先行したまま通過することが可能であるためであり、根拠は全くない。日本側は、ただ無害通行のみ、つまり、潜水艦なら浮上して航行すべきとしている。今回の事象では、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦は丸2日間にわたり、約3ヌット以下とみられる、微弱な速度で、先行航行を続けており、このことの正確さからも、極めて意図的に行動していたと考えられる。2016年1月のケースと異なるのは、最終的に浮上して国籍を明かしたか否かの点だが、2016年の事例では、自国内からも多くの批判の声が上げられたこともあった教訓から、今回はあくまで浮上しない姿勢を貫いたと考えられる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。直近での馬毛島の購入に対し、防衛省は160億円での回収を見込んでいることはご存知の通り。だが、なぜ馬毛島が必要とされているのか。それは、第一に、中国を見据えた防衛や、米軍の戦略から来るもので、岩国基地から馬毛島までは、なんと、400キロと、硫黄島よりも近くなる。このメリットと160億円をどう考えるかは、今後の周辺国の対応が、念頭に置かれている。しかもその周辺国に対し、強烈なインパクトを与えるのは間違いない。なぜなら、台湾から沖縄を通り、鹿児島県のすぐ下に位置する島だからだ。つまり、第一列島線に沿った位置に軍事基地演習場を構えることが、できるからだ。では、その馬毛島で何が行われるのか、硫黄島と同様の訓練を米軍は実施する予定。馬毛島の売却が正式に決まれば、話はすぐに動き出す。だが、問題もあるので、馬毛島の話を詳しく見ていこう。戦国時代に西洋から鉄砲がもたらされたことで知られているのは鹿児島県の種子島だが、この島の西方海上12キロほどの場所に浮かぶ馬毛島が今後の日本やアメリカの防衛戦略上から注視されている。2020年5月現在、馬毛島は
同等の大半 99% を所有する民間企業から国が約160億円で買収し、アメリカ軍の航空母艦艦載機のための陸上離着陸訓練を実施する予定地となっている。馬毛島を行政上から管轄している鹿児島県西表市サイドでは、こうした軍事施設としての利用に反対の立場を崩しておらず、また、これに反対する団体も多いが、政治的にはすでに既定路線と言える状態だ。そもそも馬毛島は現在では所有者である民間企業の社員が居住しているものの、関係者であるこれらの人々を除けば事実上の無人島であり、国が所有者となればその利用方法に反対することはもはや厳しい。ただ現在の所有者である民間企業もその所有の理由がそもそも国への転売を見込んだものであり、これまでも政界工作などを行うなど金とコネの問題は元から見え隠れしていると早くから指摘されてきた。まあ普通に考えて、民間企業にとって大した下利用価値のない無人島をわざわざ所有するというのは、高値で転売可能なケースを想定してのことであり、これまでも国の石油備蓄基地候補地に挙げられたこともあった。これがいつしか防衛上の拠点として活用することが検討されるに至り、ことに近年は在日アメリカ軍の基地再編問題も絡み、厚木基地から岩国基地へ航空母艦艦載機の拠点が移ったことで動きが再加速したものだ。現在、岩国基地を拠点としているアメリカ軍の航空母艦艦載機は、小笠原諸島の硫黄島まで、その陸上での離発着訓練のために飛行を余儀なくされており、約1400キロを超える距離の移動を行っている。これが搭乗員に与える時間的、体力的な負担はもちろんのこと、移動の飛行で消費する燃料などの経費も長距離である分、累積されていくと考えた場合には、少なからぬ経済的負担となっているのだ。これが馬毛島で実施となった場合には、岩国基地からの距離は約400キロと格段に近くなり、単純計算でも 30% 以下の負担とすることができると予想され、地理的にはこの上ない改善が期待できる。また、アメリカ軍だけでなく日本の自衛隊でも馬毛島を拠点とすることができれば、沖縄など南西方面の防衛拠点を分散化することとなり、増強著しい中国海軍に対する航空戦力の新たな拠点として有望だろう。馬毛島の軍事拠点化についての地元自治体から反対の声も理解できなくはないが、事実上無人島であることを踏まえれば、個人的には沖縄にほとんどの拠点を集中させ、負担を強いるよりも有意義だと感じる。ただ、こうした反対意見も根強いことからか、
現状のアメリカ軍の硫黄島に代わる航空母艦艦載機の訓練地の代替地としての使用にのみ、フォーカスされ、日本自身の活用に言及しづらいことは残念だ。それでも、政治的に見れば、手放しで、馬毛島の活用を喜ぶだけでは、済まされないと感じるのが、今回、国と所有者とが合意に至ったとされる。その購入金額に関する妥当性についてだろう。そもそも、国としては、かつて、馬毛島の価値を積算したことがあり、その当時示されたその金額は約45億円であり、今回の決定額が約160億円であることを考えればかなり割高で、購入したと言わざるを得ない。ただし、馬毛島を所有している企業は、一説にはこの約160億円の3倍以上の価格を提示していたとも言われ、それからするならば、多少割高とはいえ、捻出する額としては、想定内に収めたと見せたかったのだろう。国としては、すでに、2011年の通商にプラスに、日米安全保障協議委員会の、文書にて、馬毛島が硫黄島の代替地であることが明記された。経緯もあり、アメリカとの合意の上からも、早期の入手を図るしかなかったとみられる。期せずして、2020年の新型コロナウイルスの蔓延は、アメリカの太平洋方面での稼働可能な航空母艦がなくなるという事態を引き起こし、これに伴う中国海軍の航空母艦、遼寧などの挑発的行動をも発生させた。日本は護衛艦、出雲、加賀、を回収して、これから導入する。F-35B ライトニングに戦闘機を艦載機とする運用を目指しているが、この運用に際しても、未発着訓練は必須のものと言えるだろう。これを行うことで、少数とは現 F-35B ライトニングに戦闘機の、護衛艦、出雲、加賀、での早期運用を実現し、日本単体での航空戦力の拡充を図ることは、今回の新型コロナの事態からも、急務と見て間違いない。加えて、尖閣諸島などの島嶼防衛にも、馬毛島の地理的な位置が、非常に有効な意味を持つと期待できるのではないだろうか。今回、非常に気になる、尖閣侵入でのアメリカの中国への牽制を見ていきます。アメリカ国防総省は、はじめ、日本領土と、はっきり明言していますが、その後は、バイデン政権の今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の、今後は変化していくのだろうか、
昨年2020年に引き続き尖閣諸島近海での中国公船の活動が増加の一途をたどっているが、2021年2月20日21日の両日にわたっては領海への侵入行為が発生するなど危機感を募らせている。この20日21日にそうした行動に及んだのは、中国海峡局に所属する2隻の艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で領海内に侵入する行為を意図的に引き起こしている。中国政府は自国の海峡局に関する法改正をこの2月1日から施行させており、自らが必要と認めた場合に同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させている。このため従来よりも容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加しており、2017年には中国海峡局自体が軍事警察の管轄下となっていることも相まって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況だ。2020年11月には来日していた中国の王国務委員兼外相が日本の茂木外相の目の前で、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するからやむなく対応していると発言し、これに反論しなかった茂木外相に批判の声が上がった。一応、外務省側の見解によれば、この時の王国務委員兼外相と茂木外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場であり、議論をする場ではなかったとの見方を示している。しかし、目の前で日本の政策を完全に否定する発言をする王国務委員兼外相を放っておいたのは、その主張を認めたことも同様な上、茂木外相が中国語で謝意を示した点に非難が集中した。こうした尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾しての領海侵入でも明らかとなってきており、政治上からも現場運用からも激しさを増していることは拭いようがない事実と化している。今年2021年2月8日の中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海峡局所属の艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べており、先の海峡法改正を盾にその行いを正当化している。その上で、尖閣諸島を中国固有の領土であるとの従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示した。こうした状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は2月24日に尖閣諸島に日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表、日本を援護したかに見えた。しかし、2日後の26日に、カービー報道官は、その発言の誤りを謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする日本の防衛にこれまでと同様にアメリカが関与すると述べるに止まった。このカービー報道官の発言の修正は、従来通りにアメリカ政府としては、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在については、
その限りではないとする玉虫色の内容だ。今年2021にアメリカが民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛にはこれまで通りにその後押しが期待できると日本では考えられてきただけに、その危うさは計り知れない。先のカービー報道官の修正発言、つまりこれを額面通りに受け取るとするのならば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態なのだ。この方針をアメリカが堅持することを、あえて政治的に示したということは、中国と日本との間で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカの軍事的な支援は厳しいと見るべきだろう。こうしたアメリカの動きと前後して、日本政府は25日に日本の領土に上陸する目的で、他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明らかにした。これは、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における現在の中国公船への対応を念頭に置いたものであることは明白だ。海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃と定義しているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込もうとすものだろう。大枠において、海上保安庁法は、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用を認めており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲に含んでいる。しかし、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に、非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ、これを行えるとしており、その解釈によって、是非が問われることになる。今回日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する目的で、艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することにあたるとみなすことを意味している。さらに、海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して、海上警備行動が発令されるケースでも同じく、機外射撃を認めるとしており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海や尖閣海域で活動を強める中国。スカボロー礁沖合での原子力潜水艦爆発なんて誤報も流れる昨今。情報の拡散なども広がる。尖閣諸島の海域ではどんなことが起きているのか知っているだろうか？それは想像を超えるほどの任務が行われる状況にある息を潜めて、任務にあたる海上自衛隊。潜水艦の役割と今後の防衛力強化が一段と必要とされる。その前にこんな出来事があったことを知っているだろうか。それは尖閣諸島で急浮上とともに国旗を掲げた原子力潜水艦が現れたことを。2018年1月10日から12日にかけて、沖縄県の宮古島近くの日本領海への接続水域において、中国海軍の潜水艦があわや領海侵犯かという事態を引き起こした。この潜水艦は、中国海軍の最新鋭艦である小級 093B 型原子力潜水艦とみられ、海上自衛隊の対潜哨戒網に探知され、尖閣諸島近くの公海上で浮上し、中国の国旗を掲揚した。小級 093B 型原子力潜水艦は攻撃型の潜水艦で、全長が107メートル、排水量が6000トン、最大速力が30ノットの初限となっている。この潜水艦の行動については、中国寄りの見解では、尖閣諸島周辺を自国の勢力圏内だと誇示するいわば、デモンストレーションだとする主張も飛び交った。しかし、潜水艦という兵器の特性上、海面に浮上して自身の存在、位置を明らかにするという行為は、軍事上の常識からはありえない行動としか言いようがない。日本の防衛省の発表によれば、1月10日に海上自衛隊の護衛艦と P-3C 追戦哨戒機が同潜水艦を捕捉し、その後2日間にわたってその追尾を実施したという。同潜水艦はその追尾を受け、1月12日の午後に、沖縄県の尖閣諸島の北西方向にあたる公海上に姿を現し、中国国旗を掲げる行動を見せたとされている。潜水艦の浮上理由については、中国側からの正式な発表は、何もなされておらず、推測の域を出ないものの、海上自衛隊からの追尾行動によって浮上を余儀なくされたものと思われる。日本の海上自衛隊では国内の核アレルギーの影響もあり、原子力潜水艦を保有しておらず、通常動力型の潜水艦のみが就役している。原子力潜水艦の最大の利点の一つが、大気を水上に出て取り入れる必要がないことで、これにより連続した長時間の潜航行動が可能となっている。今回の中国海軍の潜水艦の取った浮上行動とは、その秘匿性をかなぐり捨てる行為に他ならず、海上自衛隊の執拗な追尾に危機感を抱いた結果と考えられている。海中での索敵に使用されるのは、ソナーと呼ばれる水中音を探知するレーダーのようなもので、パッシブソナーとアクティブソナーの2種類がある。前者のパッシブソナーは、
感染が発生させる音、スクリュー音やエンジン音などを直接探知するもので、感染ごとに固有のボンボンとして識別が可能だ。後者のアクティブソナーは、自分の側から敵に対して超音波を発し、その跳ね返りを拾って探知する仕組みとなっている。今回、中国海軍の潜水艦に対し、海上自衛隊の護衛艦は、アクティブソナーを用いて、その位置と存在を探知し複数回の警告を行ったとされている。この警告を無視し、仮に日本の領海へと侵犯することがあれば、国際法上の無害通行権は適用されないため、最悪の場合、撃沈されても文句が言えない状態だった。中国の潜水艦の行動は、海上自衛隊の潜水艦を探知していたが、自身の位置を秘匿するために水上の護衛艦が、アクティブソナーを用いたと推測されている。そして、このアクティブソナーによって、行動をすべて把握された。中国海軍の潜水艦は、そのまま潜航を続けることができないと判断し浮上したものと考えられている。そもそも、海上自衛隊は、すでに日本の領海防衛のための探索網を張り巡らしており、中国海軍潜水艦の行動は逐次把握、報告されていたと見られている。その詳細は、一級の防衛機密のためつまびらかではないが、先のボンボンの解析によって、艦ごとの単位で把握しており、海上自衛隊の対潜能力が世界一とも言われるゆえんだ。アメリカ海軍の情報部によれば、2015年時点で中国海軍は少なくとも、通常動力型潜水艦を57隻、原子力推進型の潜水艦を5隻の計62隻を就役させている。その中で、今回の小級 093B 型原子力潜水艦は、比較的に中国大陸から離れた地域において行動しており、最新の対艦ミサイルを実装しているとめされている。さらに、新型の対地ミサイルを搭載すれば、アメリカの太平洋におけるグアム、ハワイの基地を攻撃可能な能力を有することになるとも見られている。こうした能力を持った潜水艦の動きを察知し、公海上へと浮上せざるを得ない状態にまで追い込んだことは、数的には劣勢な海上自衛隊の質の高さの証明ともなった。今回、自らの存在は秘匿したまま中国潜水艦の動きを注視していたとされる海上自衛隊の潜水艦。さらに、双竜型の最新鋭艦は、電池をリチウム電池に改良し、充電時間も短縮。これによって、大幅に能力を向上させた通常動力型として最良の艦となることが予想されている。また、船体もよりステルス性の高い仕様となると見られ、これまで以上の秘匿性能を有するものと期待されている。海中での静かなる戦いは質の日本、数の中国のせめぎ合いが続く中でも、現時点では日本がリードしている状況と見て良いだろう。